鮮やかで優しい白やピンクの花。睡蓮の池は観音ヶ池奥の山手にあります。幅15メートル、長さ30メートルほどの池には、植えて4年目になる睡蓮の花が咲いています。花は先月下旬から咲き始め、今月から7月までが見頃だということです。ハスの花と似ていますが、水面より高い場所に咲くハスと違い、睡蓮は水面に浮いているように咲きます。朝に花が開いて、昼ごろには閉じます。池には白やピンクの睡蓮が水面に映し出され、美しい光景を見せてくれます。撮影は MBC ふるさと特派員の小島忠義さんでした。